ワンツーレイサー、シーブンサビラはい、さあ始まりました。10時46分回っておりますが、ワンツーレイサー、シーブンサビラ、この時間は、ワンツーレイサーの後半戦です。シーブンとは沖縄の方言でおまけという意味です。前半では入りきれなかったインフォメーションからパーソナリティのプライベート情報まで何でもあるのおまけの時間です。引き続きお相手は FM 小座めぐみとどうもエイサヤの島袋キャルですとなんか、はい、どうもマッチですみたいなちょっと時代が戻ったかな先週台湾に行ってきたゆこです。あ、そうなんですか。ニハオ。台湾ってニハオなんだ。多分そうだね分からなかったけれど、あ、そうなんですね。じゃあその話も後でゆっくりと聞きたいと思いますが、ちょっとやってみた。ちょっと調べてみた。何をというと、さっきね、前半で入りきれなかった話をね、はい、チュロ里祭りについてちょっと調べてもらいました。土曜日はまずですね、開始が6時です。夕方6時。やっぱりね、まだね、仕事してる人もいるからね、うん、そうですね、土曜日はね、はい、で日曜日は、うん、お昼の12時からお、がっつり開催します、うん、で土曜日もエーサーあります。お、土日やるんですね、はい。土曜日のエーサーはですね、千葉な青年会、天岸ぐしかうるま市の天岸青年会、うん、で、うん、池原青年会、三段体目、はい。へー。で日曜日はですね、はい、12時から始まりまして、うん、もうヒージャーオラセ大人気、うん、ヒージャーオラセ、ヒージャーオラセ、すごい人が見てた。あ、ヒジャオラセ、うん、ちょっとヤギよね、怖いわ。大きかった、可愛かったけど、大きかった、可愛かった、戦ってた, ってたっ、すごい情報が、ま、サクソしているなるほど。それがまた日曜日にも見れるということですね、はい。で琉球ドラゴンプロレスもあって、うん、まあ、各この自治会のですね、子ども会のエーサーもありまして、まあ、この主催が三郷中高区なので、はい、まあ、池原青年会、うん、千葉な青年会、うん、松本青年会、うん、上川、はい、三郷、はい、などがあるんですが、うん、その中での、うん、まあ、子ども会、松本子ども会とか千葉の子ども会とかですね、いろいろあるんですが、なんと沖縄市かまた違う校区の山里青年会も日曜日参加しますので、ほう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 、あ、いいですね、またね、はい、あちこちの見れてね、まあ、エーサーたちじゃなくてライブとか、うん、あとはあの三郷中のダンスとかですね、お、太鼓の演舞とか、お、いろいろ面白いと思いますので、いいですね。やっぱ子供たちの頑張っている姿とかも 見られるということで、はい、ね、エーサーイベントというよりか地域のお祭りって感じですね、うんうんうん、あの自治会と青年会が協力し合って地域を盛り上げようと、はいはい、あ、素晴らしい、趣旨で、まあ作ってる祭りなので、うんうん、アットホームだと思いますよ。あ、いいですね、はい。ちなみに去年は5000人ぐらいいたのかな、1日で。すごい、1日でですか、はい、って言ってましたね。飲み研修セット広い木ですからね。広い木だ、とっても、はい、駐車場も、あ、そうですよね、結構広いですもんね、うん、結構楽しい感じでした、ね、開けてるしね、場所もね、はい、他のところからでも見やすいかもしれない、うん、あ、いいですね、はい。あとご飯も食べるとこもいっぱい、うん、そうそうそう、ブースがいっぱいあるので、あ、屋台みたいな感じで、うん、はい、そうですか。ヤギ汁から牛汁からまたいっぱいあるってよ、ヤギヒージャーオラセ見てからまたヤギ汁も食べるわけ、はい、ヤギやっぱりね、やっぱり、はい、他にもね、うん、地元のこの、まあ、企業って言ったらおかしいんですけど、はい、居酒屋さんとかね、おー、弁当屋さんとか、そういったところがまた出店したりとかね、本当に地域のって感じですね、もう特化した、素晴らしい、あ、いいね、こういうの大事ですよ、いいですね、地域密着型ですよね、本当ですよね、はい、地域のみんなで地域を盛り上げるっていう、うん、いや、素晴らしい、いいと思います、ありがとうございます、はい。でね、ちょっとメールが来てるので、じゃあ紹介しましょうね、はい、久しぶりにね、この方来てますよ、代々木の給油所さん、お、木原さん、はい、お久しぶりです、はい、お久しぶりです、お聞きしたいのですが、たかしのチョンダラは見れますかって。ですね、見れますよ、お、言ったね言ったね、言っときましょうね、
出てくださいって。あの煽ったらやる人だから。はい。だあるかもしれない。叱んでればって言ったら上等やしって言ってからやるんです。やるさっつって。まあいいそうだな。と次に放送出るときは心配ですけども。はい。ちゃんと前頭には出てましたけど。あ、そうでしたよね、はい、今年ね出てましたから。多分今年はこの前頭のみだと思いますね。あ、出るのは。ね、はあ、そうなんだ。まあまあ、じゃあ高橋さんにもちょっと期待して、はい、まあ、もしかしたら次の放送でやってくれるかも分かりませんからね。昼間から昼間からちょっと、うん、朝のね、朝のお昼前にでもね、ちょっと本気出してもらって。そうです。一人じゃ寂しいから。2人で、はい、TKC コンビで。ハロウィンだしね、はい、ちょうど10月はいいじゃない。いいんじゃない。じゃあ、まあ、次の日ではなっちゃうけどね、うん、いいんじゃないですかね、11月1日あたりにでもね。リクエストがあったって言っときます。はい、もうぜひやってみてほしいですね。はい、はい、ありがとうございました。ご期待ください、はい、はい。でね、さっき、まあ、インフォメーション、うん、もうちょっと言えなかったやつありますかね、はい、ちょっと補足、まあ、これはもう何回でも言いますけれども。本当ですよね。はい。、はい、エーサーではあの体験メニュー実施中です。あの、まあ、これまでエーサー体験はあったんですが、今年からは瓶型の染め体験、はい、クラフト締め太鼓の制作体験、うんうん、でこちら目玉ですね、カンカラ三線の制作体験と、そして三線の演奏体験もありますので、はい、皆さん、いいですね、はい、あのじゃんじゃん沖縄に来た際は、うん、沖縄に遊びに来た B、 あとまたですね、はい、秋でしょ。秋ですね。暇でしょ。秋イコール暇という謎の。土日に家族で何しようかなとか。そうね、はい、年内の思い出作りに、はい、ぜひまたね、もう今年も早く早いね、もう10月後半になってしまったからね、はい、はい、また今年がね終わる前に。だからよ、死に早いよ。早いね。もう前頭終わったらもう1年終わっちゃうよって感じですけど。すぐまた来るようやエーサーシーズン。そんなこと、熱い熱い、まあ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 、そんなこと言ったらもう、ね、来年もね、またちょっとお盆が、はい、旧盆の時期がですね、ちょっと遅い時期になったのか、うん、8月の後半になるので、あ、だからシーズンがちょっと長くなるかなっていう、はい、おー、はい、そうなんですね、うん、だから前頭エーサー祭りも9月に入ってから。あ、はい、去年も確か9月入ってましたよね。入ってません。入ってません。入ってません。あ、そうでしたっけ。そうでしたか。だったっけ。ギリチョンかな。ギリ9月1日とか。ああ。だったような気がします。じゃあ来年は。もっと細いです。もっと遅くなっちゃう。はい。あら。涼しくなっちゃう、夜が。あ、エイサーナイトはあれか。もうバリ、はい、あの夏休みじゃないです。夏関係ないですね。はい。もうエイサー、うん、もう夏も関係ないですね。うん、エイサーはもうエイサーという時期でいいじゃないですかね。はい。はい。いいですね。補足は何かありますか。はい、もう俺、うん、特急試験前頭エーサーの釣りの日に受けたんですけど、おまだ結果が来ないんです。そうなんだ。若干あの我々はエーサー検定関係ないので、はい、本当に受ける、本当に実際にちゃんと受けて秋払いないと思ったら、え、受けてるよみたいな。朝起きてから勉強してから勉強して、あの、すごい。朝から手応えはどんなだったんですか実際。うーん、俺は大丈夫だと思ってます。あ、おー、俺は大丈夫だと思ってます。受けない人みんなそう言うね。大体あの DJ うんうんさん以外は多分 DJ あの、ね、うちの番組やってますけど 4時からの彼もね、何回受けてるのかなって感じもするんですけども、これでもし落ちてたら何も言わないんですけど。言わないんですか。受かってたら、ゆうこさんに聞きますわ、じゃあ。で、笑っとく。じゃあ次出る時までには出てるかな、発表はね。そうでしょうね、うんうん、そろそろ出てもいいんじゃないかなと思う。じゃあ会うたびに聞いていきましょうね。はい、はい、ということで、もう時間となってしまいました。前半ちょっと言えなかったのでテイクでいきたいと思いますが、はい、この時間は沖縄市、あ、一般社団法人沖縄市観光物産振興協会エーサーの提供でお送りいたしました。お相手は FM 小座めぐみと、どうもエーサーの島袋清春とゆうこでした。はい、はい、それではまた来週お会いしましょう。さよなら。